J1 の選手と日本代表、あ、なんかそこの逆に違いというか、こういう人たちが日本代表に選ばれるんだなという特徴、入ってみてどんな感じですか？正直あのね、技術レベルとかはほぼ変わんないね、ほぼほぼ変わんないと思う。もうちょっとやっぱり、まあみんなうまいし、まあね、みんなうまいんやけど、正直そのチームにもそんぐらいうまい人はいるし、でもやっぱまあなんかあんまあれやけど、言いたくないけどメンタルかな、と思う。もうほんと、あのぶれない心を持ってる人、誰が何と言おうと俺はこうするよ、誰が何と言おうと俺は成功するよとか、あと、何、こう浮き沈みがない人かな、なんかこう、なんか嫌なことあったりしてももうあっけらかんとしてる感じ、と思う。やっぱなんかあの人たちにはもうメンタルの強さ かなわないなと思う。マジで、もう久保くんとかも見るからにもうメンタル強いのも伝わってくるやん、画面から、へえ、もう あれはもう絶対成功すると思うよね、もう見た目がもう自信満々やん、でよっぽどあれはもう何、めちゃくちゃ多分練習してきてるし、いろんな経験してきてるから、画面でさ自分の自信が見えるやん、プレー一つで、確かに、あれをやっぱ出してる人ってもう強いよね、完璧な答えな気がしますこれ、ねえ、だって日本代表の見出しみたいなこと言ってましたもん。いやぶれない心って、精神のよ読み仮名で心って書いてる感じのあのこの間内田篤人選手が引退したじゃないですか、どんな気持ちだったのかなって思って、まあ、なんか篤人らしいよね、辞め方も。なんかね、本当は今年まではね、やるつもりだったっぽいけど、なんかこう、自分が納得いく多分パフォーマンスが、自分の中で多分こう、あ、もうこれ、プロフェッショナルじゃないなって多分思ったんやと思うね。なんかこうレベルは違えど、なんか僕もそう思ったから、それが篤人はもっとこう重圧も大きいし、やらなきゃいけないって思うけど体が動かないっていう、その多分ジレンマが多分すごいあったんやろうね、この2年間、まあ、こっちも、まあここ何年間かも、3年間とか4年間とか、だから多分めっちゃすっきりしてると思うよ、何の後悔も多分ないと思う。もうやりきったんでしょうね。なんか感じで、ひとまずできてます。かっこいい。どうですか？かっこいい。はい、ゆうとさんがいや、めっちゃいい、めっちゃいい。続きましてですね。何、続くの。はい、新しい曲。コロを書きました。長い髪の毛、かっこいい髪の毛長い、めっちゃいい。実はですね、さらにありまして、嘘、マジで、嘘、ちょっとどんどん言っていいですか？めっちゃかっこいいやんこれ、マジすげえ。今回はやっぱスペシャルじゃない、ちょっとマジなんか思ってスペシャルの回やけね。はい、うわー、かっこいい。ありがとうございます。かっこいい。謝るやつをもうラインスタンプになるやんこれ。ラインスタンプがもう、いや実はかなり意識してそれは書きまして、すごい。そうなんです、ラインスタンプで言うと、なので、そう、感謝を込めてこんな感じで今日は、これです。どうでしょう、見えてますか？あら、見えてないですね。見えてない。めっちゃこれ気になる、この何だろう。あ、おー、出てますか？あ、見えてます、見えてます。僕は見えてます。おい、太郎さんだけ右手で書きました。いや、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。